怒りというのは、困ったことになったから、今すぐ何かした方がいいと知らせてくれる感情です。怒りが発生して、今すぐ何かしないともっと大変なことになると追い込まれると、冷静に考えることができなくなります。ゆっくり考えちゃいけないんだ、すぐに決めなきゃいけないんだと焦ると、論理的思考をするのが難しくなります。すぐに自分を困らせている原因を見つけ出し、それを取り除かなければいけないと短絡思考に陥りやすくなります。すると、近くにいる人に、お前が俺を困らせたんだろとなりやすくなります。手っ取り早く問題を解決したいという思いから、目の前の人に、お前が俺を困らせているんだろとなりやすくなります。これが、イライラしている人に、八つ当たりをされる。不機嫌な人に突然怒鳴られる。何も悪いことをしていないのに怒られるというやつです。怒りというのは、今すぐ何か行動を起こせという命令みたいなものです。怒りが発生したとき、目の前にいる人を殴ったり怒鳴りつけたりすれば、今すぐ行動を起こせという命令を果たしたことになります。今すぐ行動を起こすという目的が達成されれば、もう怒りを感じる必要はなくなります。怒りが発生するとは、アドレナリンという私たちを不快にさせる脳内物質が放出されている状態です。他人を攻撃することで、今すぐ行動を起こせという目的が達成された後は、もう怒りを感じる必要がなくなります。なので、私たちの脳はアドレナリンを放出することをやめて、セロトニンという私たちを気持ちよくさせる脳内物質を放出します。強く怒るというのは、それだけ多くのアドレナリンが放出されたということです。なので、強く怒れば怒るほど大量に放出されたアドレナリンの働きを弱めるために、大量のセロトニンが放出されることになります。思いっきり怒った後は、急激にアドレナリンが減って、急激にセロトニンが増えるという、むちゃくちゃ気持ちいい状態になります。そのような、ものすごく気持ちいい状態になると、人に優しい気持ちになることができます。それが、あの人は私を罵倒すると、急に優しくなる。あの人は私を殴った後は、必ず優しい言葉をかけてくる、というやつです。怒りを爆発させた後の強い幸福感が長く続くことはありません。多幸感が静まってくると、自分のやったことを冷静に考えられるようになります。すると、また怒鳴ってしまった、また殴ってしまった、自分はなんてダメな人間なんだと苦しい気持ちになります。そのような罪悪感に耐えられなくなると、自分を正当化したくなります。俺は悪いことをしていないと思うことで、罪悪感から逃れようとします。俺は悪くないと思うために、お前が悪いからいけないんだと再び相手を責めるようになります。お前が俺をこうさせたんだ、お前がダメだからいけないんだと再び相手を怒鳴りつけたり殴ったりするようになります。これが、さっきまであんなに優しかったのに急に怒り出した、さっきまで愛しているって言ってくれていたのに急に殴られた、というやつです。私もこのような、殴られて優しくされてまた殴られるというパターンを何度も経験しているので、人と接するたびに、この人も突然切れるんじゃないかという恐怖を感じていた時期がありました。人は突然切れるものだから、どんな時でも気を抜いてはいけないと警戒している時期がありました。しかし、いろいろな人と出会っていくうちに、突然切れて暴れ出す人の方が少ないんだと気づいていきました。今でも心のどこかに、突然切れられたら嫌だなという恐怖心は少しあるけど、生きていくことが難しくなるほどではありません。
私は不機嫌な人にすぐに気づくという特性を自分を守るための能力として活用することにしました。この人はすぐに切れそうだからあまり近くに寄らない方がいいなと逃げることを楽しんでいます。ということで、優しい人と接してもこの人も突然切れるんじゃないかと警戒する自分をダメだと責めないように気をつけてほしいと思います。感情に振り回されない人、本当に優しい人を選んで付き合っていくことで突然切れない人もいるんだという安心感を育てていきましょう。